ちょっと紹介してもらって、千秋の、はい、私のお気に入り1曲、一足はこちらです、うん、1曲じゃない、うん、はい、ちょっとね、うん、ちょっと古い箱なんですけど、うん、マーク・ジェイコブス。お、マーク・ジェイコブス、はい、知ってます？これ、うん、あの私がですね、うん、海外ドラマのゴシップガールという作品のゴシップガールの声をやらせていただいて、うん、で、ちょっとゴシップガールのその中でよく出てくる、うん、ブランドなんですよ、うん、でそのブランドの、靴とかお洋服とかをちょっと着て、うん、イベントなんかにもね、うん、あのゴシップがあるよっていう声でこうイベントのモデルさんの皆さんと一緒になんか出演させていただいたことが結構あって、うん、ほうほうほう、その時にね、大事に取ってある、うん、なんか購入したこれサンダルなんですけど、うんうんうん、そう、ちょっと開けてみよう。お、見せて見せて見せて。じゃんじゃん、これです。おお、素敵じゃん。あんまり履いてないんだけど、でも私にとっては、うん、そう、私結構ものすごいヒールの高いピンヒールなんだけど、うん、これちょっと品のあるような、うん、そう、ちょっと品のあるヒール、うん、そんなにこう高くなく、うん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 、でもこうすごい低すぎず、うんうん、っていうので、でドレッシーすぎもしない、ね、そうなの、で、いいですね、TPO になんか何ていうのかな、うん、ドレッシーな服でもいいし、うん、そうでもない服でもいいみたいな、でそんなにだからもったいないから、うん、あんまり履いてないんだけど、ここぞっていう時だから大事な人の結婚式とか、はははは、うん、なんかそういう時に履かせていただいて。なるほどね。派手さっていうよりは割と清楚な感じの、うん、プライベートのお洋服、うん、これ胸をキュッと出すっていうよりはね、うんうん、だって友達の結婚式でこんな、うん、こういう格好してたらあの子何ってなっちゃうからね、うん、こういうそういう時にこうちょっと品のあるものを履こうかなっていう時にここぞとばかり出す、うん、なるほどね。一長羅の時の服の、いや、そういうの持ってるんだね、安心したよ。何、どういうこと。安心したよ。いやいや、そういうもの必要じゃん、やっぱり。私がでも結構普通の社会人のことあんた結構知ってるはずよ。まあ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 、まあ、そこら辺はな、うん、結構普通の社会人だから、まあね、これはちょっと割とお仕事で履くっていうよりは割とプライベートな靴を持ってきたんで、ジュンは、あ、これ今履いてる靴ですね。それ何何これね、うん、今から何年前かな、うん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 、多分17年ぐらい前とかに買った靴だと思うんだけど、うん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 、まだまだ20代中盤の頃に、うんうん、当時のものとしては結構奮発した買い物で、もともと革靴とかは好きだったんだけど、ほら、うん、いや結局会社勤めとかをしてないから、きっちりしたプレーントゥーのものだとか、うんうん、ね、もしくはそのね、いわゆるビジネスシューズみたいなのを履く機会がないから、そうだね、うん、でかといってなんかウィングチップとかのなんかこうおらついた感じもまたなんか違うなっていうので、うんうんうん、その器具通の方みたいな、しかもなんかこう革をしっかりとか手作りでやってるようなものが欲しいなと思ってた中で、うんうん、ちょっとこれをたまたま行きつけのところが取り扱うっててな、このワンシーズンだけ取り扱ってて、うん、でそれでうわ欲しいなと思いつつ、うん、当時としては手が出なかったのを、もう本当、え、どれぐらい悩んだだろう、結構な花月悩んで、うんうん、でも残ってたのよずっと、ディスプレイだと思われてたみたいで、でそれでサイズもこれワンサイズしかなかったんだけど、いや買うっつって買って、うん、でここぞという時にかつ履いたりだとか、普段でも履いたりもするんだけど、うんうんうん、そんなにしょっちゅうしょっちゅう何でも履いたりはしてなかったんだけど、ちょっと今日のこの企画に、うんうん、じゃあこれしかねえかなっていうので、うん、でもこれをきっかけにいろんな革靴とか買うようになったのよ。いやでもね、私もマーク・ジェイコブスを見るとゴシップガールを思い出したりするか、うん、なんかちょっとやっぱりそういうのもね、はい、皆さん思い出の靴とかもあってもいいんじゃないかなと思います、はいはい、皆さんもそういった靴を一足手に入れてみてはいかがでしょうか、うん、というわけで